今回はですね、ちょっと以前、液晶テレビ購入して設置しましたので、こちらも同じように楽天市場の方で非常にこう評価の高かった外付けのハードディスクドライブですね、購入しました。このロジテックの、LHDENA0303U3WS という商品になってます。 USB3.0 の外付け型のハードディスクユニット、3テラの商品ですね。早速開封していきたいと思います。中身の方がこういった、セットアップガイド1,2,3というふうに3枚あるので、1枚目から順番に読んで設定していきたいと思います。こういったゴムのシートも、同封されてたんですけども、こういう感じでこうやって取り出しても4つですね、この、ハードディスクの下側に滑り止めのためにつけるためのシールっていうのが付属されてました。必要な方はこれをつけて使ってもいいんじゃないかなと思いますけども、僕はとりあえずはちょっと使わずにこのまま使っていきたいと思います。で、購入したのがですね、この楽天市場の方で年間ランキングとかでも受賞してる、ハードディスクドライブですね、3テラのものを、送料込みで19,800円で購入したので、かなりお買い得なものだと思います。国産だし、省エネだし、音も静かだということで、でもちろんテレビ録画にも対応しているというものを購入しました。で、テレビだったら大体318時間のテレビ録画もできるということなんで、これ1台で十分、使っていけるんじゃないかなというふうに思ってます。で、テレビの設定の方も、本当に簡単にできたので、あんまり機器に強い方じゃなくても対応しているテレビでしたら、テレビのリモコンで全て設定をしていけるというような形になっています。予約する場合なんですけども、きちんと、テレビとハードディスクドライブがつながった状態で、まずテレビのこのリモコンの、番組表ですねのボタンを押します。そして、こう予約したい、番組を、選びまして、たら、左下にこう録画予約か視聴予約かっていうのを選べるようになってますので、これで録画予約を選んで、予約するというボタンを押します。これで予約ができました。そしたらもう勝手にね、予約がされるんですけども、次に予約した番組を見る場合ですね、リモコンのこの録画リストというこのボタンですねを押して、そしたら、これまで予約した番組というのが一覧で、このように出てきますので、ここから視聴を決定して視聴を開始するという形になってます。なので、テレビのリモコンで
全て操作ができるので、テレビの操作と共有して録画予約もできるので非常に便利だなと思います。